日本関東地方東京都江戸川区中火災中。火災は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は中火災1丁目から中火災8丁目。郵便番号は134-0083東京都江戸川区南部の火災地域の中央に位置する。面積は1.6408平方キロメートルで区内で10番目に大きな町である。町域の北は 新川を挟んで対岸に江戸川6丁目、南は、左近川を境に、南火災1丁目、臨海町3丁目に、東は、関7通りを境に、東葛西1.25.6、7丁目に、西は、火災中央通りで北葛西4.5丁目及び、西火災4.56.7、8丁目に接する。中火災は、 国内で4番目に人口が多い町であり、19,032世帯35,567人が在住している。近隣のように大規模団地はないものの、駅周辺を中心に、いわゆる一戸建ての住宅は少なく、町域全体にアパートやマンションなどの中高層の集合住宅が立ち並んでいる。そのため、人口密度は南火災に次ぐ、 区内第4位となっている。町域の大半は区画整理が完了しているが、2丁目と8丁目は、地区計画を立てて、整備を進めているところである。中華祭には、シラコの売りの本社など1014の事業所があり、1万1877人が働いている。従業者数は、区内第4位で、東括西に次ぐ、商業都市である。事業所あたりの従業員数は、 区内の平均を上回っており、中規模の事業所が多いようである。業種は、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、クリーニング業や、宿泊業、飲食サービス業の従事者は、区内最多で、特に中華祭3丁目に集中している。2位の西華祭を大きく引き離しており、事業所あたりの従業者数は、西華祭の2倍に達する。またと営バス。 江戸川営業所や火災郵便局のような大きな事業所があるためか、運輸業の従事者は区内第2位で、事業所あたりの従業者数も臨海町を上回る区内第2位である。住宅地の地価は2017年の工事地価によれば、中火災3の23の19の地点で42万3000円平方メートルとなっている。中火災の長域は1975年頃の 地図によると、周辺の様々な町に属していたようである。火災橋通りの北側の1丁目は、浮北町であり、三角火災通りを挟んだ2丁目は、桑川町と長島町で、火災駅の北側の3丁目は、長島町、火災駅の南側の5丁目から8丁目までは、火災6丁目は日田だったようである。浮北や長島、桑川などの地名は、江戸時代の村の名前であり、 火災はそれらが明治時代の町村制の際に合併してできた火災村に由来する。古い地名は昭和時代に江戸川区が誕生した後も1970年代までは町名として使用されていた。しかし1978年以降の住居表示の実施によって中火災になったようである。火災駅周辺が開発されたのは戦後である。火災橋通りが整備されたのは 裏安橋が完成した1940年代のようだが新しい火災橋が現在の場所に架橋されたのは1963年になってからである。長島町と神殿中町通り沿いの中町の間に広がる畑の中に火災駅が設置されたのは1969年だった。1972年には近隣で火災を置き開発事業が始まった。 しかしその頃はまだ環状7号線は完成しておらず、全線が開通したのは、火災駅の設置から15年後の1984年である。放射16号線は1997年頃になっても、まだ、神殿中町通りと交差する付近の立ちのきがうまくいかなかったようで、完成したのは 200X 年代になってからである。 初代の新川橋が完成したのは1916年だという。これは、区内初の鉄橋で、それ以前は、三角渡しと呼ばれる渡し船で往来していたらしい。橋がかかった後もしばらくは通行量を取る、鎮取橋だったそうである。新川橋が完成した翌年には、大正6年の高潮災害があり、満潮時に台風の高潮が押し寄せて、 火災村の千三百五十五棟が破損、流出し、死者は二百二十人に達した。新川を通って、千葉県銚子市に向かう、内国通運会社の蒸気船、通運丸が、鉄、時代は、周運から陸運へと、緩やかに移りつつあったが、火災地区では、江東区の高橋と浦安の間を往復する小型の乗り合い蒸気船、通船などが走り、戦後まで、火線交通は、 活発だったようである。一方、モータリゼーションの進んだ現代の火災地区は陸上交通のメッカであり、火災橋通りと環状7号線が交差する長島町交差点の日中の交通量は5万台以上で、1時間に約4500台が通過する。火災駅を中心に自転車が集まっており、駅周辺には日本最大級の駐輪場が整備されている。二千九年には、 通常の自走式駐輪場の他に、機械式の地下駐輪場である、火災駅地下駐輪場が完成し、合計9400台を駐輪できるようになった。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、学校選択制度を導入しており、 国内全域から選択することが可能。都営バス火災24系統鉄道路線バス道路、協力行政教育公園、スポーツレクリエーション、ありがとうございます。